ベロ、氷室くんのことがすごく気に入ったみたいです。本当ですか？また遊びに来てください。はい。あ、うちにも。はい。氷室くんと一緒で心強いです。頼りにされてる。気合い入れて全力で仕事乗り切って、冬月さんと夜ご飯や。ええ感じや。今日は何もかもうまくいく日や。何もかも。氷室くん大丈夫ですか？本当ですか？朝もくしゃみしてましたし、長時間の会議で大変でしたし。逃したくない。大丈夫です。氷室くん。あ、熱があります。けどまさかこのタイミングで熱出してしまうとは。すぐに冷やしましょう。病気の時には熱が下がるまで待つしかなくて。そうなんですね。じゃあホテルに戻りましょう。さあ氷室くん、行きましょう。小さい子が夜出歩くのも危ないですしね。小さい子？